栗原裕子は日本の政治家。労働大臣、防衛庁長官。栗原広康は長男。静岡県田形郡中子村の生まれ。東京府立第8中学校、佐賀高等学校を経て1944年、東京帝国大学法学部卒業。学徒出陣により中国に出生する。軍隊時代に上官を横打するなど、若い頃から、 花っ柱が強い性格だった。戦後、栗原は、東大時代の恩師である南原茂より、戦前の日本は優秀な人材が、官僚組織や軍部に集中して、民間の裾野が手薄になり、権力の暴走を食い止めることができなかった。君の場合、地方に活躍の場を求めるのも良いのではないかとの助言を受け、静岡県農業界に就職する。 若くして、県農協中央海選無理事まで昇進し、1962年に、第6回参議院議員通常選挙に自由、民主党公認で、静岡県選挙区から立候補し当選する。新人時代は、河野健三の側近として行動していた。参議院で2回当選の後、1972年、第33回衆議院議員総選挙に、 旧静岡2区から衆議院に倉替え当選する。以後7回連続当選を果たす。参院時代は旧校の派の所属だったが、衆院転身後は太平派に加入した。通算政務次官、衆院外務委員長等を経て、1978年第1次太平内閣にて、労働大臣として初入閣を果たす。その後1983年に第2次、 中曽根内閣にて、及び1986年の第3次、中曽根内閣にて防衛庁長官に就任する。在任中は、次期支援戦闘機の日米共同開発に道筋をつけ、また防衛費1%枠を撤廃させた。1993年、政界から引退する。1996年、訓一等局日大受賞受賞。 1998年に全国、手もみ写真公開会,会長に就くなどした。満90歳を数日後に控えた2010年6月1日に、心不全のため、御殿場市内の病院で亡くなった。妻がクリスチャンで、栗原も裁判年に洗礼を受けた。教会での近親者の海の葬儀を経て、10日に、三島市民文化会館で、お別れの会が行われた。ありがとうございます。